はい、こんにちは。抱っこひまマニアのるかこです。今日は新生児1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらいの赤ちゃんの抱っこの仕方を、もうちょっとこうしたら赤ちゃん寝てくれるよっていう抱き方があるそうなので、看護師で NICU で10年勤務して小児科で3年勤務経験がある看護師さん、しかも今赤ちゃん検診の保健師さんもしている、お子さんも3人のえりちゃん、ルカコストア大阪の店長に赤ちゃんの抱っこの仕方、寝かしつけのコツを教えてもらいたいと思います。なかなか寝てくれないって困ってる不眠症のママパパ、ぜひ試してみてください。今日ご紹介するのは7個。1つ目が丸抱っこ、2つ目がギュギュ、3つ目は呼吸合わせ、4つ目は背中スイッチを押さないお尻置き足上げ、5つ目が眉毛なでなで、6つ目が頭皮サワサワ、最後はミノムシです。忘れないうちにいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。あ、どうですか先生。なんかね、足が、私的にはここが、M 字になってない。あー、普通にこう無意識に抱っこしてる時も M 字を意識する。そう、こうしちゃうと M 字にならない。しちゃう、しちゃうしちゃう。肩の下方に手を入れると、自然の M 字になるし、こうすると、体が丸くなる。あ、この腕、これ絶対忘れがち。これどうしたらいいですか。これ、後ろにこうなりやすいんやけど、こててもこう、肩から確かに、手ブランプ、お口に持ってきやすいようなところまで、丸くしてあげると、お腹の中にいた時の感じになるから落ち着きます。丸く。でお尻がここに出てるような感じで、うーん、じゃあこうやったら片手でこうやるのもありそうってことで、ね、足を持たなくてもこの下に持ってくると、丸く。ここが丸。さっきのアカン抱っこしてみて。全然ちゃう。まっすぐ。まずまっすぐやんか。赤ちゃんが体が、ね、寝ないの寝ないのって言ってるのは、まっすぐになってるとやっぱり辛いかな。不安定な感じやね。なんか今までお腹の中で周りが全部水で包まれてるような感じだったのに、開放的すぎて不安定になってる。体が寝ないと。この状態良くないと。で、骨格的にも足がまっすぐになると股関節が悪くなっちゃうから、お腹の中の時のことを思い出させてあげるように、キュッキュッと丸くしてあげると、手もこうちょっと触れるようにお口に行くぐらい。抱っこしやすいよね、こっちの方がね。で、体にキュッてなってるし、重さも感じにくいと思う。これ丸抱っこ。丸抱っこ。それ正式名称。丸抱っこ。ほんまかい？丸抱っこ。ほんまかい？丸抱っこよ。丸抱っこなの？おすすめです。はい、マジ丸抱っこ。丸抱っこです。はあ。かなり V 字っていうか C っていうか、かなりよね。赤ちゃん泣いて力入れて。結構それは赤ちゃんおるやん。背中が凝ったりとかするから、こう丸くして、力があまり入らないようにとか、体柔らかくしといてあげると、ゆっくり寝てくれます。そうしたいけど、本人がなんか反りがち、体硬いっていうかいるやん。あれはでも年齢にもよるかな、月齢にもよるかな。ちょっと背中のマッサージしてあげたりとか、オイルとかクリームとか塗って、柔らかくしてあげるっていうのも一つやし、もうちょっと小さい子とかやったら丸抱っこでなんとか落ち着かせて、ちょっとこうさすってあげたりとかして柔らかくしてあげる。しすぎて宝物はもう大事やもんね。こうやって多分親戚にこう店に行ったりとかもしないから、まあな、教えてもらう場所がないね。おばさんとかが言ったらうるさいって思われるんちゃうかっていうので遠慮して言わへん人も多いかもね。
だって抱き方間違ってますって、じゃあ正解なんやねんってなるから、うん、大事に、うん、でもほんまにそれが一人や二人じゃないねんな、うん、最近ほんま続いてて、ほんまに多い、そのナップの抱き方で大丈夫みたいな、でも泣いたらねで泣かれたら余計にドキドキするから、なんかどうしたらいいやろってなるけど、そんな時ほどもギュッてギュッて抱っこしてあげて、こうして丸めて、でもこう下がり気味やけど、これを上げて、丸くして。なんかあれよ、合わせる、自分と赤ちゃんの呼吸を、何言ってんのって顔してる、いやほんまにこれはこれはあの何歳になっても同じ感じ、呼吸合わせる、子供の呼吸に自分を合わせて、合わせて、寝かしつけに苦労したことない人の反応やな、気にしたことない、この呼吸のまま、そうそうそう、同じ揺れのまま、まあね、下ろすね、そうやね、二人で一心同体になるね一心同体に呼吸を合わせて二人一緒になると赤ちゃんの免疫にはーに合わせるの、でも大人と赤ちゃんの息の短さはちゃうやん、ちゃうけど合わせんね、合わせんね、そうするとその良きタイミングで下ろせんねん全然共感してくれへん、なるほど、お母さんとお父さんの心臓の音聞かせたりすると落ち着くから、うん、そう、こう近い距離で、呼吸を合わせる。丸まるようにまっすぐじゃなくてへこますと。尻のところもへこますと。真ん中よりちょっと下ぐらいのへこまして、でこう丸まってる状態で寝かした時に。うんうん、から頭からじゃなくて足から上げとくの、最後まで、そうなの、ポイント、うん、ここポイントです、へえ、足を持ったままこうちょっとこうゆらゆらさせてあげると、うん、ちょっと起きた子でも寝やすい、へえ、そうなん、お尻からゆっくり下ろす、お尻からこうやって丸抱っこしててもこうできるだけこう近くまでお尻下げてあげて、で足をゆらゆら、この環境にちょっと慣れさせてあげて、うん、温度が変わったりとかして、確かにヒヤッとしてたりね、うん、ちょっと目覚めてしまう子もいるけど、抱っこしてるよって催眠術のように抱っこしてるよと包んであげて、抱っこしてるよって言って寝たなと思ったら、Cカーブ、赤ちゃんの背中を丸めた Cカーブとお尻から寝かせて足は浮かせておく、いいわね、手も一緒に押さえてあげるとより安心感が出るかもしれない、うん、手も押さえない、ほんま、なんかね、ピクピクって起きちゃう子もいるから、うんうん、あの自分の動きでびっくりして、びっくりして起きちゃう子もいるかな、そうやって押さえるの、ギュッてこうその丸くしてあげる、抱っこと一緒、私ようやってたの、ここにタオル挟んで、うん、足を浮かせる、浮かせるっていうのも抱っこされてるような気持ちになるから、うん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 、ポイントだ、へえ、タオルを引くの、うん、タオルを引く、ちょっと丸めたやつを引いて、うん、引くとき起きへん、起きひ、もうここでこうしてるから、うん、ヨヨヨヨってしてるときにこうしてあげて、うん、今回使ったおやすみ卵はひよこクラブで寝かしつけ神アイテムに選ばれた授乳クッションで、授乳後そのまま寝かしつけできるので背中スイッチ押さない、しかもお子さんが寝やすい C カーブ、寝かしつけが楽になっちゃうアイテムです。おかこストアでも使ってみてもらったら、普段寝ない子でも寝てくれて驚かれることが多いです。おかこストア大阪下北沢でも試せますので、ぜひ試してみて、詳細は概要欄に貼っておきます。
眉毛はなんで？頭の筋肉をマッサージする。眉毛を？この眉間を。眉間とか。眉毛を。おでこ。うん。下とか。なんかおでこ撫でて気持ちいい子もいるし。うん、おでこもこう。こっち向きに。あと髪の毛を、うん、が多い子はこう。頭皮をマッサージしてあげると、うん、寝る子もいる。へえ。多い子限定？いや、うち薄いけどやってたかも。やってた。もうありとあらゆることを試したよ。寝へんから。眉間をこうするとか、うんうん、へー、眉毛をこうしてあげるとか。さっきの髪の毛のなんかっていうのはどういう風にしたらいいの？もうこう指の腹でマッサージ。撫でてあげる。へえ。でもなんか寝ろっていう圧が強いと寝ないから、うんうんうん、優しく気持ちいい ね, ねって心地いい空間を作ってあげる。心地いい刺激を与えてあげる。よくさ、よく おくるみみたいなんでくるんであげたらっていう、うんうん、あれはどうですか？あれもそのこととかの時に、うん、こうやってくるくるしてるやん。結構外国ではメジャーみたいで、うん、やっぱその外国で子育てしてる人は結構ミノムシみたいに、うん、やってる人多い。あれはそうやって足偉いことなんていうの？そうすんの？それこそ M 字にしといて。足もう一回見して。こんな感じでどうしてんの？こうキュッと丸める、うん、重ねる感じ、うん、ギュッて、うん、で手もギュッと。大人がそれやったら、ね、痛いけど子供は柔らかいから、なんか反射で自分で起きないように、うんうんうん、っていうのは。へー、結構だから本気で狙ってる人はいろいろやってはんねんな。はい。はい。もうありとあらゆることを試してみた。これあかんわっていうのもあったけど。そう、いろいろ方法あるけど、うん、その子によって効く期間違うから、うんうん、いっぱい試してみても。そうそうそう。そうやね、うん。で、C 型カーブにして足上げるのと、手も上げるのと、呼吸を合わせて、うん、手を入れて。忙しいね。ありがとうございます。一回全集中、はい、全集中寝ることに。いいよ、これは楽。すごくね、ここに負担がないんですよ。全然軽いよ、これ。歩いてみて、歩いてみて。これすごいよ、これ。なんか持ってないみたい。本当に、これマジで。大阪だけでスタートしたけど、下北にもお店をっていうので、下北沢の駅から徒歩3分のところに、抱っこ紐とかヒップシートを、まあ、リアルにその人に合うのを選べるようなものが、セレクトする。こんなあんま当てへん、買うときとか買うんでいいよっていうのを言ってくれる店がないから、そういう店を作りたいと言って下北と大阪にオープンして、今週末、大阪は週末だけやけど、あの行列ができるほど。今日もお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。大阪やったら看護師さんを10年やってて、保健師やってる人が店長。東京は13年百貨店で働いてる声が高い人が、もう神やんな。かわいい。やばくない？ほんまにその人に合ったものを提案してくれるから、めっちゃ下北の店長もめっちゃおもろいから、いいと思う。メーカーの人じゃないから本当に寄り添って。いや、そう、もうそのメーカーやったらなかなか自分の会社の商品がいいですよとしか言えなくて、あのあかんとことか言いにくいんやけど、うち私たちはまあただのおかんとして、ここはここがいいよ、ここはあんまりやで、あんたやったらこれがいいんちゃうみたいなのを言ってあげれる店でいたいなっていうのがあって、あったりよねって言えるように頑張ろうと思ってるというか、まあ未来の子供たちが少なくなってる中で、ママたち、ママもパパも育児が少しでも楽になればということで発信しております。
ております。